弊社政策省エグゼクティブリサーチフェローの田中光一よりご挨拶を申し上げます2025年には日本での認知症患者は700万人になると聞いています、まあ、日本だけでなく世界の先進国の大きな社会課題となっていますアルツハイマー病を遠ざけるため、まあ、いわゆる社会実装の着実な前進そのために でき得る限り貢献するため、本共同研究がお役に立てるよう、頑張りたいと思います。